北天領水は、大分県日田市の地中約1000メートルの水源から採取されるミネラルウォーター。また、株式会社北田天領水は、同市に本社を置き、北田天領水等を製造、販売する私企業である。北田天領水という名は、文語国日田が、江戸時代に西国軍隊が置かれた天領であったことにちなむ、福岡の地元球団、福岡ソフトバンクホークスの、 オフィシャルスポンサーにもなっている。弱アルカリ性の軟水である。具体的な数値は以下の通り。大分県薬剤師会調べ。ひた天領水はミネラルウォーターに関連するボランティア活動の一環として2003年から2011年の間に国連 UNHCR 協会に難民援助活動としての募金キャンペーン。 難民に水を、に協力している。北天領水公式ウェブサイトでは、2003年から2011年の9年間に、井戸270本相当の支援をしました。これは5万4000人の暮らしを支える数です、と書かれている。2002年8月、北天領水に、洗浄液が混入していたため、大分県が回収を命じたとマスコミ各社に報道された。 送水パイプを洗浄した際のすすぎが不十分だったことが原因とみられるが、大分県は人体への影響はほとんどないとしている。平成18年に本格的に稼働を始めた新工場において衛生管理、防虫、防ネズミ、設備管理などの一般衛生管理を含めた総合的な管理システム化を目指し総合衛生管理製造過程を 平成20年7月18日に取得した。総合衛生管理製造過程の食品群、清涼飲料水承認の範囲、ミネラルウォーター類で取得している。ありがとうございます。